こんにちは。100万歯の歯を研いでおります。錦部製作所の錦部光義と申します。今日はシャープニングの3回目ということでお話をさせていただきます。前回はですね、シャープニングができたかどうかを目で見て確かめる方法というのをご紹介しました。こちらはですね、今日のお話に先駆けて必要なお話となりますので、ぜひこちらの動画も見てみてください。ではですね、今日は、シャープニングをした後に、テスティングスティックに引っ掛けて確かめる時のコツをお話ししたいと思います。これ、グレイシーキュレットの模型ですね。はい。で、こちらがですね、テスティングスティックだとします。で、シャープニングが終わりますと、皆さん、ですね、このように、こう、テスティングスティックに引っ掛けて、削ってみて、切れ味が戻ったかどうかなというのを確かめているかと思います。で、この時のコツなんですけども、ですね、まずグレイシーキュレットからお話しします。で、グレイシーキュレットというのは、これが、まあ、第一シャンクですけども、第一シャンクに対して、こう、20度傾いております。これは、ですね、紙面に、こう、まあ、こう、紙面だとしますと、紙面に、この、第一シャンクをまっすぐしたときに、こう、指摘に引っ掛けますと、引っ掛かりやすい角度になっていると。だこの、第一シャンクを紙面に平行するという目安を作って、で、こう、引っ掛けると引っ掛かりやすいですよというために、20度傾いております。ですので、シャープニングが終わった後もですね、テスティングスティックにですね、テスティングスティックに対して、このように第一シャンクを平行にして引っ掛けるというのが一つのポイントになります。この時大事なのがですね、第一シャンクであって、絵ではありません。1番から10番というのはですね、このように、第一シャンクと絵が、平行ですね。ですが、11番とかはですね、このように、絵に対してこう屈曲してます。13番、14番なんかもそうですね。こんな感じでですね、第一シャンクに対してこう屈曲をしてます。ですので、例えばですね、テスティングスティックに、引っ掛けるときにですね、1番から10番は、第一シャンクをテスティングスティックに引っ掛けますと、絵も平行になります。こんな感じですね。ちなみにですね、すいません。ちなみに、うちではですね、このような竹の棒をテスティングスティックとして推奨しております。樹脂製のものでもいいんですけども、樹脂製のものですと食い込みすぎてですね、食い込んだ角度に戻せばいいんですが、ちょっと食い込んだ角度と違った方にですね、戻すと、ちょっと歯が痛んだりします。ですので、私たちではこう木の棒を推奨しております。で、ちょっと話はそれましたけども、このような形になります。これは反対でもそうですね。反対でもこのような形になります。次に、11番、12番ですと、ちなみにですね、第一シャンクを、木に、テスティングスティックに平行にしますと、このように上がります。このような形ですね。で、逆側も、こうですね。こういう形になります。こうですね。ですので、1番から10番までは、第一シャンクを木に、テスティングスティックに平行にしますと、絵も平行になりますけども、11番から先はですね、ちなみに13番、14番ですと、まあ、このような形になりますね。第一シャンクと第二シャンク、第一シャンクを平行にすると、絵はこういうふうに傾くということになります。で、ですね。で、次にですね、まあ、このような、軸に対して、第一シャンクに対して、こう、フラットなものがあります。例えば、
超音波スケーラーのエッジのついたものとか、まあ、シュクルスケーラーみたいなものですね。両輪のものがあります。で、こういったものはですね、これテスティングスティックだとしますと、このように20度くらい傾けて引っ掛けてあげるという。さっき、グレーシーキュレットは約20度傾けて歯石の引っ掛かりを良くしておりますよね。ということは、こうしたフラットなもの、この軸に対して直角なものに対しては、これを20度傾けてやれば引っ掛かりやすいということになります。ですので、歯石取るときはこうですけども、実際のシャープニング後もこのように引っ掛けてあげると、引っ掛かりやすいということになります。で、質問でですね、たまに、超音波スケーラーチップは、シャープニングできるんですかって質問を受けるんですけども、エッジのついた、超音波チップ、超音波スケーラー用チップは、シャープニングができます。ただ、メーカーさんによっては、シャープニングを推奨してないメーカーさんもあります。で、サテレック、ピーマックスを取り扱った白水貿易はですね、シャープニングを推奨しております。僕たちその中でですね、まあ、白水貿易さんはこう、側面を、こう、シャープニングしなさいって言ってるんですけども、それそもそもちょっと細くできてますので、超音波スケーラーチップの一致のあるタイプはですね。ですので、こっちをシャープニングする方法っていうのもあります。で、これはですね、まだ機会があったら、その道具に識別製作所で、開発しておりますので、機会があればご紹介したいと思います。で、エッジのない超音波スケーラーチップ、あの断面が、この断面がですね、先端の断面が丸いチップとかありますけど、そういったものはシャープニングはできません。ご了承ください。本日は、シャープニングで、テイスティングスティックに引っ掛けてシャープニングできたかどうかのコツというのをお話しさせていただきました。このように錦部製作所ではシャープニングに関して、超音波スケーラーに関して、超音波スケーラーチップに関しての、動画を配信していきたいと思います。チャンネル登録やいいねなどいただけますと励みになります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。